はようございます、はい、どうもおはようございます。小池徹平でございます。てっちゃんでしょこれ。そうです。どこですかここ。いやここはちなみに開いてますけど漁師屋さんです。わかります。釣り具屋さんですね。あ、その通りでございます。今釣り企画やりたいって言ってたじゃない。はいはい。いやまあ釣り行くとこまあついてくるのはわかるんですけど、こっからついてくるんですか。まあ釣りを極めていただくんだったらまず道具からっていうことでちなみにこの釣り企画、まあ、初めてじゃないですか。皆さんにちょっとなんとなく言っておくと、僕昔学生時代からブラックバス釣りを結構やってまして、更新はしてないんですけど、一回船舶の免許、新2級の免許を持ってまして、まあまあ今釣り熱が割と高い状態なんですよ。せっかくてっチャンネルも始めたしっていうので釣り企画やりたい、だから道具見つけようと思ったらここについてきたんだ。なるほど。まず何か仕掛けを見ながらこういう釣りしていきたいなってイメージをちょっと分かっていこうかなと思います。すごいもう今の時代本物そう。本物やでこれ。ちょっと酒のつまみになるよな。酒のつまみこのままちょっとね甘く煮て食べられそうな感じ。なんで来られるの。あ、ちょっとおそらく僕ねこのエリアトラウトとかトラウトってさ川魚、はい、淡水であのニジマスとかさ、はいはいはい、そういうの聞いたことあるでしょ。ちょっと興味あるから、あ、これありかも。山系行くと涼しいやん今だって ね、この今金髪状態でさ焼けちゃいけない作品じゃないですか。そもそも釣り行こうとしてる時点で、いやさすがです、何言ってるんだって話なんですけど。役者魂ですね、考えてますね。これは作れるんですよ、自分で仕掛けを自分で作って、そう固定して、こういう種を針にこうぐるぐるぐるって巻いて、ちょっと腕の筋肉すごくないですか。いや、あのね、間違ってんのよ。ムチムチですよ。今日、一日サウナロケって武田真二君と、はい、この前で、その後、筋トレやってるんですよ。ムチムチですよ、ね、そのまま俺、普通に上州へ行こうって思ってたら、うん、めちゃめちゃ腕重たいんですよ。プルプルしてます。作るのもありやな。これはどういうことなんですか。作るっていうのは自分で作ったアルワで作るのってすごいなんか最高じゃない、うん、そうなんですね。で、なんかさばいて食べるみたいな、うん、トラウトはちょっと絞ったけど、僕この前シーマスツーってバイブレーション足りに行ったから、バイブレーションかけてまあどうぞ簡単に言ってるのがちょっと動かないあ、分かった。このいわゆるルアーがちょっと揺れるってことですか。そう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 。そういう機能を持っているルアーのことを。もうなんか一個選ぶ。もう一個。いいんですか。ゴールドとか、ね。おお、これ。金メダル取りましょうよ。釣りの。面白いね、確かに。金髪の人が金のルアーで。よし、けさやなぁ。あ、いいよ。つくだみみたいな感じでなぁ、混ざってても分からないな。こういうのこういうことね。このセット、うん、このセット買ってきた。せっかくやから遊びやからね。これも重りですか。何でも試しに。これは針、あー、そこからつくんですね。そう、川釣りと今普通にバス釣りと海釣り用のやつ3種類買い足したやつと、なんか今度バス行った時にやってみたいなっていうルアーと、海釣り用のタレヘタと。食べれないね。いや出た。言うたら食べるためじゃないですか。スポーツ、スポーツに近いんだ。自分の思いを釣れたら一番楽しい。いやでもさ、こんだけ偉そうになんか語っててさ、全然釣れへんかったらめっちゃかっこ悪くないですか。わかんないですからね、釣り指はね。まあ釣れると思いますけどね。大丈夫ですか、そんな強気なはず。とりあえずでも涼しいから、涼しいからっていう理由ちょっとおかしいけど、トラウト系、トラウトね、ちょっとマス系釣ろうよ。マスはね、はい、ちょっと漁師側からこっから始まりますから、釣り次回、はい、いよいよ行きましょう。現場へ行きましょう。行きましょう。はい、次回釣りの釣り企画を楽しみにしてください。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。行くぞ。
願いします。あれ？腕重い。ムチムチっすよ腕。